政府は、スウェーデンの行政を司る機関。リクスダーゲンの議決に基づいて、国会議長が任命する首相と、首相によって指名される、他の国務大臣から構成される。1975年に、現行憲法が改正される以前は、国王陛下の政府もしくは、国王陛下の行政機関が正式な故障であった。憲法改正に伴って国王が、 すべての政治的権能を公式に失ったために、国王陛下のの部分が削除されて、現在の名称となった。メディアなどでは、定官史付きで、単に政府と呼ばれることが多いが、国際ニュースなどではあえて、スウェーデン政府と呼称される場合もある。国務大臣は首相及び、各省の大臣のほか、必要に応じて、特定の分野を担当する、特命大臣として各省に配置されることがある。 スウェーデンの中央省庁は政権交代時や政権交代を伴わなくても総選挙直後等に省庁の統合、開廃が日本よりも頻繁に行われる。日本の外局に相当するスウェーデンの官庁も統配合や所管先の省の変更等が日本より高い頻度で行われる。このためリクスダーゲンの総選挙が行われる際はその前後で官公庁が どのように変化したのか注意を払う必要がある。2006年9月の総選挙に伴う政権交代後の主な行政機関は以下の通り、上記のほか日本の外局に相当する独立性の高い行政機関として委員会や庁がある。どの省が当該の委員会や庁を所管するのかは省庁の統廃合同様に日本よりも頻繁に行われる。 ありがとうございます。